おめでとうございます。はい、ありがとうございます。勝ち釜独占インタビューでございます。はい、嬉しいですね。いやもう嬉しいですね。はい、今日プレッシャー感じてました？いや感じたら負けだと思って、ちょっと進入動きありそうだったんで、平常心で堂々としました。はい、意外にその進入が、いやいや坂本さんって感じですね。はい、思ったように起こし位置からいけました？そうですね、結構攻めました。はい、進入は、はい、スタートは、スタートはちょっと練習してなかったんで、もうとりあえず遅れないようにと思って、ちょっと最後は様子見てちょっと放ってしまいましたけど、まあ、そんな遅いスタートじゃないと思います。はい、まあ、1マルあたりでした。そうですね、はい。じゃあもう1マーク回ってからはよしって思いはあったんでしょうか？いや、その1マークがね、まさかの2番がなんで赤江さんにずっぽし来られたかなって思いながらちょっと漏れたんで、はい、まあ、よかったです、帰ってきて船が、はい。まあ、これで連続優勝で、さらには今年5回目の優勝になりました。はい、そうですね、2連続までしかしたことないんで、多分3連続はないと思います、次。はい、その次は、はい、MV 頑張ってきます。はい、もうそろそろその G1 とかね、 SG のタイトル待ってる方たくさんいると思いますよ。あ、もうそういうのはね、取らない方がいいっておじいちゃんに言われたんで。はい、はい、これから目指して頑張ります。はい、ですよね。で、ガマゴーリーチャレンジカップもありますので、はい、待ってますよ。いや、もう今日の賞金本当大事にしたいです。はい、はい、やっぱりこういうね、お盆レースは普通の一般戦よりもちょっと賞金高いですもんね。そうですね、はい、ガマゴーリーの2号賞金呼んでほしいですね。そうですね、はい。今回の優勝で一つ聞きたいんですけれども、はい、ガマゴーリの看板の名を襲名という感じでよろしいんでしょうか？来節赤岩さんとその辺はじっくり話したいと思います。はい、それは話し合いの結果になるわけなんですね。まあそうですね、一発殴られる覚悟はできてるんで。はい、はい、じゃあ話し合いの結果をまた次ガマゴーリ来た時に勝ちガマで教えていただけると。まあ、その前に顔の技を見ていただければすぐ分かると思います。はい、いろんなレース場走ってて、万が一磯部選手にあざがあったら点点点ということで。あ、もう一人しかいないと思います。はい、はい、では最後になりますが、ファンの皆様に一言お願いします。はい、本当地元戦で勝ってたのは嬉しく思ってます。これからも頑張りますんで、応援と勝ち釜のチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。表彰があります。どうも、ありがとう。いい汗かいてますね。いい汗かいてる。ホラビールうまいぞ。ありがとうございます。子供にあげます。お子供にあげるの？子供にあげます。持って帰ります。大事に。